浮気性彼氏の携帯を見てしまいました。まずはこちらをご覧ください。ウー、なんか今日テンション低いな。どうした？なんかあったか？うん、なんかあったよ。ゆうか迷ったけど。どうしたって、悩み事あるなら聞いてあげるから聞かせて。傭兵のことでね。聞くけど、浮気してない。嘘は言わないでね。その聞き方好きじゃないんだが、何かあるならはっきり言え。何にもないけどな。あるから言ってるじゃん。何がある？これ。撮ってたのか？撮ってたよ、昨日ね。うわ、しかも昨日のラインか。タイミング悪すぎる。普段こんな会話してないのに、昨日に限って。金入で悪かったね。気持ち悪い。一言一句全て冗談だよ。本気で俺が紬を悪く言うことは絶対ない。冗談だとしてもね、浮気したんだな。もうこれ見られたら何の言い訳もできないな。そりゃそうだよね。こんなキモいライン彼女に見られたらね。この子は遊びの女だから。浮気って言われればそうなっちゃうけど、本気じゃないよ。本気なのは世界中で紬だけ。遊びも本気も関係ないんだけど、浮気は浮気だから最低だね。してないよ、イメージプレイだから。実際には混じってない。何言ってるの？その方がもっときもいいんだけど。実際に交わってないから浮気にはならない。それなら会う会わない話してるのは何？まさにそれがイメージプレイ中の会話だから、仮想の会話をしてるだけ。浮気にはならないよね。浮気する以上に気持ち悪いよ。それに浮気してないからいいって問題じゃない。仮想空間では浮気してるけど、リアルは浮気してないよ。こんな一面があったっていいじゃん。彼女にさらけ出せないところを他で発散してるだけなのに、なんでそんなに言うの？そんなに悪いことかな？悪いことじゃなくて気持ち悪い。私に見られたくなかったならセキュリティちゃんとしなよ。パスワードもつけないで開きっぱなしにしてるから悪い。それはやらかしました。どの道引いてるから。だいぶ浮気はしてないから許して。もうこのやりとりもやめる。そのプレイ中のやりとりには見えないけどね。会う会わないの話してるし、どうでもいいけども。ありがとう。何がどうでもいいって？許してくれたってことでしょ。いやいや。え、誰がいつ許した言った？違うの？違うけど。どんな思考してるの？なんかもう好きになれそうにないかも。こんなイメージプレイ見たからって嫌いにならないでくれ。イメージなのか実際に会って浮気してたのか知らないけど、うん、無理かな。会ってない。会ってないとかイメージとかそんなことはもうどうでもよくて、もう傭兵を私は拒否しつつあるの。そんな寂しいこと言わないでよ。そんなことで嫌いになられたら、これから先いろんなこと二人で乗り越えられないよ。いろんなことって？ピンポイントで無理なことが起きたのわかる。これ以上に大変なこと、同棲したら結婚したら、あるよ。異性関係が無理って言ってる。何？異性関係でもこれよりも大変になることあるの？そうじゃないよ。異性関係信じれない人は無理。ごめんね。もうあんなことはやめるから安心して。ああいうのって一回やったらもう終わりだよ。罪が重すぎる。デートドタキャンしたとかならまだ許せるけど、これはきつい。もうあのことは終わったよ。許してほしいよ。一回会っただけで終わり。異性関係で失った信用は二度と戻らないよ。イメージプレイでそんなに信用なくなる？普通に浮気されるより気持ち悪いよ。もう終わったことだし水に流そうよ。どの口が言ってるの？このストレス誰かにぶつけたい。俺にぶつけていいよ。おいで。行かねえよ。全部消すから私の前に二度と現れないで。